さーい。はい、さーい。はい、なんかね、今日はですね、我々がね、普段も体質に乗らさせていただいてるこのハイエースなんですけど、このハイエース、ちょっと見た目少し綺麗にしたいなと思って。かっこよくしたいよね。そう、かっこよくしたい。で、まあそれの一番始めやすいポイント、車をね、触るのに一番始めやすいポイントっていうのが、実は今モーリーが触ったこのタイヤ、ホイールなんですよ。外側で言ったら一番これが嫌なやつになる。これ純正なんですけど、ちなみに、ま、モーリーが触ってるこの部分、これプラスチックなんですよ。取れるんですよ、これホイールキャップって言って、こうやってね、中が鉄なんですね、で、この外見を隠すためのキャップなんですよ、プラスチックだから、ちょっとピカピカでもないし、ちょっとおしゃれとはちょっと離れてるなってことで、今回ね、このホイールをちょっと変えて、少しハイエースのね、バージョンアップ、かっこよくしていきましょう、見た目を変えましょうということで、今からじゃあ車屋さんに行きましょうか、ホイールを探しに。そうですね。はい、行ってきます。はいはい、ということですね、はい、タイヤ、まあホイールってことはね、普通の車屋さんもあってもあれなんで、ないんだよね、全然、ね、なかなかないんで、中古車屋さんとか行ってもないから。そうそう、専門店、ホイール屋さんに来てますね、ホイールガレージさんですね。はい、ホイールガレージさん、この間結構いっぱいあるんですよ、ホイール、はい、ホイールが。はい、ということですね。じゃあ、まあこっちね、値段聞いたらなんか3万、今4万円で足りるみたいですね、お金もね、ホイール結構いっぱいあるんですけど、我々、お財布事情が、ね、お財布事情がね、なかなかないので、素敵なホイールたくさんあるんですけど、ね、貧乏探偵だなんで、はい、これでいきましょうか。これとかね、かっこいいんだけど、めっちゃかっこいいですね。お店の方のも、これがおすすめだよって言ってた、はい、おすすめって言ったんですけどね、かっこいいよね。僕らの給料を消してもらっていう16万。でもさ、脱線するんですけど、僕がめっちゃ欲しいホイールがあるんですよね、めっちゃかっこいいっす。そう、これ、こんなのかっこいいけど、スターシャークいいね、あ、けどダメだ、ピッチだ。自分のマークスに入れようかなってたんですけど、ピッチ100だからダメですね、114なんですよ。ピッチってのがあって、この長さね、そうそう、こちらの間が車、昔のやつと今のやつで違うんで、はい、だから皆さんね、もしタイヤを買う機会があれば調べた方が、まず穴はいくつあるのか、で、ピッチはどうなのかっていうね、ピッチとか基本こういう風に書いてるので、PCD っていう書いてるので、もし自分の欲しいホイールとかあるんだったら、穴の数とピッチを合わせれば、まあ、大体はいけると思います。まあ、一番は聞いた方がいいんですけどね、はい、こういうタイヤハウス大きさとかもちゃんと見て。あ、そうですね、インチとかめっちゃ大きいのつけたいけどハマらんとかもある。 ありますね、つけたのはいいけど、この切れないよとか、大きすぎたら切れないとか、そういうのもある。いろいろ調べて買った方がいいですか。かっこいい SSR とかもかっこいいですね、車ちょっとあれですね、触りたくなりますね。うん、はい、ということですね、ホイール2軒目、こちらですね、カデナにあるロータリーカデナさんですね。で、今ちょっと見せてもらって、これいいなと思って、気になるやつはこちらですね。いいんじゃない。いいね、かっこいい。はい、ちなみにロータリーカデナさんもね、この人ホイールがたくさんあるんですよ、いっぱいある。やばい、何やねん、めっちゃギラギラしてるホイールが。すごい、めっちゃギラしてる。何これ。あ、ウルトラレアだ。すげえすげえすげえ、落書きと思ったら違う、ウルトラレアのやつだ、これ遊戯王のウルトラレアのやつ。遊戯王のウルトラレア、ははい、これ皆さん、ハイエースってこの1、2、3、4、5、6穴が6個あるんですけど、多分他の見たら分かると思うんですけど、ほとんど穴が1、2、3、4、5、1、2、3、4、5ってあるんですよ。で、4とか5が多いんですよね。で、6空いてるやつでもちょっとピッチが違う、ジムニーとかジープに使うやつとかだったらまたサイズが違うので合わないとかあるんですよね。あ、今はもう置いてるのはもうあれだけですか。はい、大丈夫ですよ。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。はい、ということですね。はい、いや、今のホイール結構ね、良かったんですよ。良かった。値段も、3万円ぐらいでしたっけ？ 3 万。値段も3万円で、良かったんですけど、ちょっと車体から出るんですよ。そう。車体から出ると、
車検を通らなかったりするんですね。車検通らないし、公道走らせたらダメなんですよ。そう、ダメなんですよ。これなぜかというと、僕聞いたんですよ。昔白バイ隊員の方に聞いたことがあるんですけど、車体からはみ出てるタイヤって危険性何かって言ったら、人を巻き込む恐れがあるから危ないよって言ってましたね。人巻き込むし、タイヤハウスの外に出ちゃうと、泥はねが多くなるわけ。外側に泥はねしちゃうわけ。確かにそれもあるね、泥はね。だからね、まあちょっとやっぱね、ちゃんと行動ルールを、ま、守って、綺麗に当たるやつを探しましょうね。もうさっき買ったところに行ってみる、もう一回さっきのところね、あれが一番ね、良さそうかもしれないですね。はい、ちょっとじゃあ一回さっきのところ行ってみましょうか。はいはい、先ほど回ったホイールガレージさんに戻ってきました。はい、戻ってきました。はい、ということですね、こちら、はい、先ほど見ていたこちらですね、こちらに決定しました。まあ、ちょっとね、カメラでは分かりづらいんですけど、ちょっとくすみとかもあるんですけど、これは後々磨いていって綺麗にしたいと思います。タイヤのちょっとバランスも取ってくれるみたいなんで、それもちょっとお願いします。はい、ということですね、はい、戻ってきました。戻ってきました。これ、はい、先ほど購入したホイールです。空気も入れてもらってバッチリですね。今がこの状態。はいはい、裏だからね。裏だね。表がこんな感じで、はい、こんな感じ。これインディアンみたいな顔も描かれてかっこいいな。あ、本当だ。で、今ねちょっとね、くすんでるというかね、ちょっとだけくすみがあるんですよ、うん、ちょっと曇ってるような、こういうの分かります？曇ってるじゃないですか。こういうのもね、ちょっと綺麗にできたらなってことで、うん、まあ、せっかくどうせつけるんだったら綺麗にしてからね、つける前にね、ちょっと綺麗にしてピカピカにしてやりましょうか。で、これやりすぎ良くないよって言われたんですよ。メッキ塗装されてるのだから。あー、なるほど。だから手で今回はちょっと磨きます。はい、はいはい、準備しました。はい、早速ねホイールを磨こうのコーナーですね、うん、はい、そこで今毛利が、ね、準備してくれてるのがこちら、パーツクリーナーとか、うん、こんな汚れ落としのワックスがあるんですよ。はい、傷消しのコンパウンドでやってピカールですね。ピカールですね、うん、で最後にタイヤワックスまで、これでもう一回磨いてください。これで磨きます。はい、落ちるかどうかやっていきましょう。中古車で働いてるときは、はい、歯ブラシとかで細かいのも取ったりすると。ああ、歯ブラシとかで、うん、パーツクリーナーやるだけで綺麗に結構しますよね。この角な角、うん、絶対汚れるやつ。こっちはある程度汚れが綺麗になってる。傷消し用のコンパウンドをやっていきます。本当はあれとかでやった方がいいんだけど、ファイバー、クロスファイバーのタオル、うん、綺麗なタオル。はい、皆さん秘宝、やばいやばい、大変なことだった。やばいやばかった、やばい、マジでやばい。これ皆さんどういうことかっていうと、うん、磨いてみると真実。うん、ここ見てください。ここな、ここ、はい、通常運営、ここが通常運営、はい、闇、はい、闇営業、うん、これあれなんですよ。僕ら磨いたらこうなった。うん、これ何が、どんな魔法、うん、どんな魔法がかかってたこれ。分からんな、これもうこれ全磨きして黒にする。もう、いや、もう一回縁だけ黒くしようぜ。もう、あ、縁じゃ、縁はこの模様にするか。じゃあ、うん、あえて、うん、あえて、なるほど。誰かマジックで塗りましたみたいになってるな。危ないな。はい、やる分野間違えたらこうなるんだな。気をつけてくれば、うん、じゃあこっち黒くしましょうか。はいはい、
はい、ポリッシャーで一気に縁黒くしたいと思います。あ、変わる？あ、でも死によくなってるさ。ウィンってなった？ウィンってなった？はい、これでね、ハローキとオーションも来てますね。これもっとピカピカなの？これね、うん、キラキラ、あ、今磨いてるでしょ、キラキラ。そうそうそう、これが磨いてピカピカにするつもりだったんだけど、うん、なぜか黒くなった。それがこちら。どういうこと？こちら磨いたら黒くなる？え？なんで？ここまで来たらもう全部黒くしたわけじゃないか。あ、でもなんかこれはこれで、これとこれで渋いけど、滑らかな黒で、うん、かっこいい。いや、これどこの駐車場から？こっちにパクってないから。サングラスとマスクしてから。これがまあこれを今から削って黒にする感じ？まあ今どうするかって感じ。うん、今積んだ。今削りだけ黒にするか全部削って塗装するか。これね、なんかね、どうしようかなって思うんですけど。塗装するか。塗装したらするかも。思い切ってよく車内にもう。ということでね、全員で相談した結果、このメッキをですね、剥がして黒も黒縁にしていこうっていうコーナーですね。はい、コーナー今日コーナー始まった。こうできることはない、ね、剥がす。はい、頑張ってください。ありがとうございます。そして心が折れそう。折れそう。折れちも折れそう。そして空は暗くなってきましたね、今ね。少しずつね。もう夜ですね。はい、はい、ということですね。今もうタイヤもうあっちに置かせていただいたんですけど、今日もう遅いんで後日。今日ちょっと遅いんで、もう本当にね、今日触れなかったのはちょっと残念ですね。けどまあ分かったことはね、あの素材選んでちょっとコンパとかあんなやった方がいいなっていうのはね、勉強になりましたね。勉強になりました。はいはい。おしょも笑ってますよ。でも、うんはい、こっちこんなメッキがあるじゃん。こんな、うん、こっちこんな、これもメッキだっけ。これプラスチックでしかも。そうそうそう。これ剥がれんからね。うん。簡単にコンパウンドで。うん。いや俺なんかあんなだったの初めてだっけ、うん。むしろあの新しいものに出会えて嬉しいって感じ。うん、じゃあまた後日。はい。はい。また行いましょう。はい。今日はここまでですね。じゃあ、はい、また後日よろしくお願いします。